どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日はですね、プルヒムアウトという広告で見かけたゲームをですね、先日生放送でやりましたので、その様子を編集してお届けします。タップザピン to unlock OK。 お、宝箱を開けた地図が出てきたよ。宝の地図に他ならないね。謎のピラミッドが入っていきましたよと。おい、でこれピシって引くと、やったお金ゲットしましたよ。いや、あんだけのお金リュック入れたらかなりでけえ、かなり重たいと。おお、やばい、ちょっと面白そうでしかない。これは面白そうでしかない。やばい、いや出会えたね。よかったよかった。これは面白そうなオーラしかねえわ。すごいお金のゲットの仕方ですね。半端ないですよね。これはなんだ、当たったらダメなのか。当たったら頭こっちにするから、こっちにずらしとけばなんとかなる説。あ、そういうことですね。多分そういうことですね。はい、オッケーです。あ、オッケーです。はいはいはい。さあ、これはなんだ。ヘルプ。え、あ、捕まってる。誰かおるぞ。誰かおるぞ。え、これ、え、なになになに。え、ヘルプって言われたけど、ガン無視していったよ。びっくりするぐらいガン無視したんですけど、大丈夫ですか。とりあえず、あ、これチンチンってなるから、あの溶岩を水に入れてしまえば多分大丈夫。はいはいはい、オッケーオッケー。あ、まあ、こういうことですね。で、これでお金ゲットしますよと。で、お金をゲットしたら扉が開く仕組みがよくわからんけどね。なんでだよっていうね。とりあえずこれがね、こういう、この手のね、ピンを引いて、なんかこの、宝を、おお、なんかダイヤはめて、あ、なるほど、これ全部はめたら中から女の人出てくる、助けられるよ、みたいな。これゾンビを石で死なしての、これでチャリーンってやって、で、クリア。あれ動け。あ、オッケーオッケーオッケー。お金だ、お金だ、ね。ゾンビを全く恐れない。ゾンビの死体を一切恐れないってね。これは、こうで、で、こうで、こう、ダンス。あ、あ、なんかアイテムゲットした。あ、これファラオの、あ、ちょっと待って、いける？いけるいけた。よかったよかった。こいつのジャンプ力、意外と脚力。おっと、クリアまで23回投げた。やばい、これも面白そう。全然 OK です。まあ、まあ、こんぐらいなら全然許容できます。開け、あ、開いた開いた、ああ、あのガールじゃん。これあの会社のゲームか。なんだよ、あのガールじゃん。セーブザガールっていうゲームを僕以前実況してたんですけど、セーブザガールの主人公があそこに閉じ込められてたっていうね、あのガールでしたね。うわ、ちょっと待って、全然違うゲームになった。ちょっと待って、驚くほど違うゲームになったよ。やばい、これはちょっとやるしかねえな。面白すぎるやろこれ。アンロック、はい、これ、え、どういうことこれ。これ何、え、街を育成する要素、シムシティ的な要素があるんですけど、ちょっと待って、これ面白いやんけ、これ。やばいな。ちょっと、ネクストレベルやっていくか。あのガールで物語が繋がってましたね。はい。あのガールよ。あのガールですよ。さあ。おおお、なになになに？ガールマスク。え、ちょっと、どういうことどういうこと？あ、でも結局これなんですね。やばい。ちょっと待って、このゲーム普通に面白いやん、これ。今までいない感じですよ、これ。これどうしたらいいの？毒ガスを、マスク落とさんとダメか。え？これ火で燃えるから、プシュー、プシュー、あ、マスクを、主人公がゲットしないと死ぬってことか。はいはいはい、やべえ、ちょっと待って、あ、これさ、面白いじゃん、このゲーム。普通に。普通に面白いよ、これ。やばいよ。これは、こうだね。これでプッシューやってもらい、で、マスク落として、主人公がマスクをする。で、毒ー！オーケー！マスクってすごい！ありがとうっす！この先どうなるんだろうのワクワク感がすごい。ちょっとね、藤夏評価5ですね。もう、ヘルプ！ヘルプ！ヘルプって言ってますね。おぉ？おーおーおー、セーブザガールズのあの犬ですよ。あの犬ですね。あの犬は肉食っときゃとりあえずおとなしくなるから、オッケー、よし、これで肉食っとけ、お前肉食っとけ、よし、オッケー、よーし、よしよし、オッケー。これセーブザガールズやってる俺だからこそ一撃でいけたって感じですね。おーおー、あ、カップルになった。あー、あの泥棒が来ましたね。
あ、やべやべ、あの泥棒が来たから、あの泥棒はもう、こう毒ガスでやっちまおう。毒ガスでコロリとやっちまい、で、お金こうやって、で、まあまあ、ここ開ける必要ねえけど、こうですね。もうマスクしてるから。マスクしてるから何も怖くない。うお、おう、おふふ、おう、おほほですね。さ、おお、いいね、いいね。このガールとの行き先がよくわからんけどな。どういう状態なんだろうかっていうのはある。おお、飛行機が燃えている。唐突な展開、唐突な展開、to be continue。飛行機燃えたのは何やったん？あの、飛行機燃えたけど、なんで取材受けてんの、こいつ。いやいや、あ、飛行機が落ちて、いやいやいや、お前、女の定義って走っとったのに、なんで急に溺れたん？お前、水のところいた？寒いなと。火がありゃ大丈夫。火がありゃ大丈夫って言いながら洞窟入っていったけど。で、これで藁をゲットと。あの、火を起こしたくて頑張ってる割に、今寒そうな描写が一個もねえっていうね。うん、体が濡れて、あの、寒いから火を起こす道具が欲しいっていう雰囲気は、さっきあったんですけど、あの、別に今寒そうじゃなくねっていう。あ、マッチありましたね。何が、おー、来た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 、おー、すごい、イカダ作った、すごい、もうめちゃくちゃな能力持っとるじゃん、こいつ。洞窟はば、あーって、ちょっと待って、イカダ作ったのにすぐやられたんですけど、いや、で、なんでだよ。これなんなんだよ。あの、ちょいちょい出てくるこれがさ、危機的状況だったはずなのに、なぜこっちにいるんだい、君は。これ何でお金をゲットしているの？あー、やばいやばい、もう死んでますやん、これ。タイタニックみたいになってるやん。いや、結構無事、結構無事。え？な、死んだ？でも新しいギミックだから嫌いじゃないよ。しなし合い。あ、一発やったらもうやってこない。まあいいね。とりあえず OK ですね。これであと一種類ですね。あと一種類で生き返、あ、もう3個揃ってた。あ、生き返らせてやと。俺は死んじまっただから。なんでこのゴミ3つで、ゴミ3つの魔法陣でさ、よく、生き返らせてもらえたポセイドンに生き返らせていただいたっぽいですね。なんでだよ。生き返らせていただいて、最初にやることがインタビューってなんだよ。本当に。1時間ぐらい遊んだら1回だけこういうボーナスゲームあるけど、本当にひどいですよね。あ、サムナツさんこんばんは。あ、マサムネさんこんばんは。ありがとうございます。あー、やった、倒した。ちょっと待って、ニンニクと十字架で死なしたはいいけどさ、救急車で運ばれんの？ドラキュラって救急車で運ばれていいやつなの？ちょっと、俺はあんまりドラキュラに詳しくないから知らんけど、とりあえず OK ですね。ドラキュラはマネキン、マネキンでしたね、さっきね。うん。おー！デートが始まったけど UFO が来た！もう、展開がさすがぶっ壊れてますね。やっと、いつあのガールとはぐれて、いつあのガールと合流したのかがわからんけど、急に、いや、ほんと、これ超魔界村の感じですよね。あの、ドラキュラ蹴って倒すとかも全然ありですけどね。ちょっとわけわかんないですね。これはボタンを押すとなんかが起こる。あー、なるほど。宇宙空間が。で、これ閉めて、こういうことですね。なるほど。ライトセーバーだ！ちょっと待って、ライトセーバー持って戦うってこと？これ。お、ほら、そういうことだよね。勝てるかな？お前、素人負けんなよ、お前。お前、ライトセーバーを持ってさ、戦う訓練とかやってたに決まってるでしょ？そういう装備してんだから。なんで今、ライトセーバー拾いたてのやつに負けてんだよ。これはむずいぞ。ちょっと待って、こんな無双できる？これも三国無双ぐらい無双戦といかんよ、これ。いった！一人抜き！さーて、これで、勝てるか？これ。5人抜き戦といかんよ。2人、3人、4人、5人、すごい！すごい！すごい！5振りで死なしましたね。さあ、おー、ちょっと待って！ヨーダの猫バージョンおるよ。これなんだ？いや、どういうことだよ。いや、もうちょっと、突っ込みどころが多い。猫が死んだ意味がまずわからんし、死んで力がなくなったんだ、ピューって向こう行けやって話やし、ピューって向こう行かんのやったら、なんで死んだのってなるし、ちょっと突っ込みが多いですね、これね。いや、結構下半分空いてますけどっていうね。うおー、穴が多い。それをニャーダたちで塞いでいくということだな。謎を。26です。はい、はい。おー、柿の種宇宙人来ましたね。ナメック星人みたいに触覚がちゃんとありますよ。これどうしたらいいんだろう？土地狂ってんのかな？こいつも土地狂ってんのか？
違う、あ、違う意味で年狂ってましたね。目の前になんかクレイモアがあって、自分で踏んで死にましたね。間違えねえっす。ああ、やばい、ああ、もう死にかけたやつが、ああ、やばい、あの女が宇宙人になっていた。あ、ちょっと待って、あの女に殺されたってこと？あの女に殺されたぞ、やばいぞ。あ、あーやばい、おバカか、お前。人間ならそこは気づけよ、お前。絶対やべえって、これ入ったら。いや、やばくなかった。いや、やばくなかった。どういうこと、どういうこと？どういうことかが、全くわからへん。ちょっとわかんなかったですね。あ、やべ、か。よし、捕らえた。捕らえたぞ。あ、やべやべ。捕らえ、そこネタっぽかったけど、捕らえたよーと。メスライオンでは捕まえ、あ、メスライオンで捕まえたってこと？ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんない。あー、ループしたーループしたー、コメント読んでた、ループしてたー。何の解決もしてないのに、ちょっと宇宙人になったガールが、宇宙人になったガールがどうなったかのとかも全くないのに、おい、ちょっと謎ループ、ストーリーが全くスッキリせずにループしたよ。残念。いや、もうちょっとなんかやり終わったと思うけどな。はい、ということでございまして、今日は、プルヒムアウトというゲーム、やらせていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。